大変だ。お前自主回収らしいじゃないか。はい、どうもこんにちは。いや急に来ましたね。こちらですね、ダイソーのガストーチですね。夏頃かな、こちら取り上げたんですけど、なんとですね、この度自主回収になりました。残念。ちょっとね、ついさっき知ったばっかりなんで見てないんですけど、製造上の不具合があって、ご使用中に火災や火傷に至る可能性があることが判明いたしました。で、自主回収をさせていただきますという感じらしいです。残念。これね、500円ぐらいでね、まあ値段も安くて、使い方もね、すごい簡単だったんですよ。装着して、ひねって、押すだけっていう。ちょうどあったわ。そうね、つけて、はい。こんな感じでね、簡単につくんで、まあ値段の割にはね、しっかり働くなって感じだったんですけど、まあなんか不具合があるということで自主回収となりました。またね、このワンタッチガストーチね、ダイソーのやつ購入した人はね、自主回収らしいので、なんか不具合があるらしいんでお戻しください。でね、戻し方がね2つあって、1つはね、お店にもう直接持ってってご返金ですね。そんで店舗に行けねえよっていう場合は、もう料金着払いで現品を送るという感じらしいですね。またね、参考になるやつ概要欄に載せておきますね。けどこれどうすればいいんだろう。店舗って買ったやつかな。レシートとかないけど、いける？ちょっと電話してみます。電話してみようか。はい、ちょっとかけてみます。あ、すいません、ガストーチのニュースというか見たんですけど、自主回収のやつ、はい、こちらって購入した店舗じゃなくても持ってけば返金できますかね。あ、はい、あ、じゃあもうレシートとかなくても現品があれば大丈夫ですかね。はい、あ、わかりました、ありがとうございます。はい、あ、黄色です。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、失礼します。来ました。ダイソーの、まあ、全店舗で対応できるみたいです。まああとレシートとかもなくても、この現品をそのまま持っておけば、対応してくれるみたいなお話だったので、はい、持っていこうかなと思います。もう見ることができないんで、最後映像だけ。こんなやつですね。結構シンプルでございまして、こういう感じですね。で、ここのひねりですね。ひねって押すと。いやー、よかったんだけどなー。惜しい。で、これ確か黄色ともう一個黒っぽいのがあるのかな、2色あって、はい、今電話したんですけど、お色何色ですかって聞かれました。まああとはね、これちょっといろいろ思い出深くてですね、これの動画撮った時にね、うっかり自分の腰元にここに置いちゃって、何も気づかずにこう手下ろしちゃってね、はい、手に二重丸がついちゃいました。ちょうどこうなったんですね。まあいろんな意味でこれがなくなったとしても、この傷は癒えないんですけど、名残惜しい。どこが良くなかったんだろうね。いやー、また出してほしいですね。まあちょっと実際どんな感じになるのかね、ちょっと今からこちらを返品しに行こうと思います。じゃあ行ってきます。はい、じゃあね、今到着したのでこちらですね、返品してきます。それではよいしょ、返品してきました。そして、はい、550円になりました。うん。そうだね、消費税分合わせると550円ですね。店員さんに言えばね、もうパパッとレジ行って返金してくれるので、もしね、ダイソーでガストーチ購入した人ね、もしお持ちだったら、ぜひ返品というか自主回収のやつお願いします。はい、手続きはもうほぼなしというか、あっちもすごい慣れてるんでしょうかね、スムーズに対応してくれましたという感じで。またね、ダイソーさんもね、今年結構キャンプグッズ出たんですね、また新しくね、来年とかもバンバン出してほしいなとは思うんですけど、また出たらね、楽しみにしております。では以上、今回はダイソーのガストーチ返品でございました。そんじゃあまた。